諦めてはいけない、そう感じさせてくれる最高の映画だと思う。どうも D サウンドです。今回は映画日はまた昇るをご紹介します。こちらは西田敏行さん主演の映画で、 VHS が作られるまでの物語になります。皆さん VHS はご存知ですか？ビデオホームシステムの略です。昭和生まれの人には懐かしい品物ではないでしょうか。これはテレビ番組を録画する機械になります。今はテレビに内蔵されているハードに録画したり、 DVD デッキに録画したり、様々な録画機能がありますが、ちょっと前はこの VHS が主流でした。どの家庭にもこの VHS があり、おのおの好きなテレビ番組を録画して楽しんでいました。ただどのメーカーもこの VHS という規格で製造販売していましたが、この規格が統一されるまでには様々なドラマが隠されています。そのドラマをこの日はまた昇るで教えてくれています。では内容に触れていきたいと思います。舞台は昭和48年の日本ビクターのビデオ事業部。ビクターは現在の JVC ケンウッドになります。そしてこの当時のビデオ事業部は不採算部門として会社のお荷物扱いを受けていました。そこに技術畑で育った主人公の加賀谷が横浜工場の事業部長として赴任します。元は本社勤務の加賀谷にとってそれは左遷と同じでした。そして本社からの命令として 20% の人員整理、つまりリストラをしろと命じられます。苦悩する加賀谷でしたが、なんとか首を回避しようと右肩上がりの事業計画を立て奮闘します。この時の工場では U 規格というテレビ放送業務などで使うテープ及び機器を製造していました。ただ不良品続きで返品率が 50% という決して褒められる業績ではありませんでした。そこで加賀谷は営業と不良品の修理に力を入れます。そのために信頼できる人間を本社から何人か引き抜いていきます。しかし業績は悪化していく一方、その煽りを受け本社から引き抜いた人間にも営業に回ってほしいと打診します。そんなことをしに来たんじゃないと当然嫌がる社員たち。加賀谷は苦心しながらも頭を下げ続け営業に回ってもらいました。そんな時に2つの大きな出来事が起きます。一つ目は有機核の部品を作る工場が火事で焼けてしまい生産がストップしてしまう。そしてもう一つ、自宅に置いてあった有機核のビデオデッキを使って妻が近所の人たちを呼び寄せ、みんなで歌の鑑賞会を開いていた。この時代はまだ家庭用のビデオデッキがあまり普及しておらず、加賀谷の家に置いてあったのはとても珍しいことでした。火事で生産がストップ、そして鑑賞会。この出来事をきっかけに加賀谷は本格的に家庭用のホームビデオの開発に乗り出します。開発チームを組み、当時バカでかかったデッキの縮小と30分録画が普通だったところを1時間にできるように取り組んだ。しかしそんな時期にソニーがベータマックスという規格のビデオデッキを開発します。これは1時間録画ができる仕様です。これで世間は一気にベータマックスに注目します。業界内でも話題になりました。加賀谷たちは落胆します。せっかく開発に乗り出してもソニーに先を越され、業績も思うように上がらない。だがそんな時に加賀谷の開発チームに一つの進展がありました。それは録画時間が1時間ではなく2時間の製品を作るということ。営業に回っていた人間が、お客様の声は1時間じゃなくて2時間です、だから2時間が絶対条件ですと加賀谷と開発チームに告げたからです。そしてそれと同時にホームビデオの名前も決まりました。 VHS ビデオホームシステムです。2時間録画、かなり難しいハードルですが、新たな課題が見えたところでチームはゆっくりと着実に前に進んでいきます。しかしそんな時に加賀谷と本社の重役は通産省に呼び出され、規格の統一をしようと考えていると告げられます。そしてソニーのベータマックスで行きますと言われる。まるで他人事のように告げる役人。その物言いや態度に納得いかない加賀谷は役人に食ってかかります。せっかく良い製品ができそうなのに、役所だけで何もかも決められるのはたまったものではありませんでした。しかし逆に時間がないということでもありました。ベータで規格が統一してしまったら、自分たちがやってきたことがなかったことになってしまう。 VHS が日の目を見ずに終わってしまう。開発チームは昼も夜もなく働き続けました。そしてついに VHS が完成します。歓喜する社員たち、もちろんそこには加賀谷もいます。工場全員の悲願がようやく達成されました。ただ VHS の本当の戦いはここからでした。やはり規格統一です。そこで加賀谷はとんでもない提案をします。この VHS の特許技術を外の電気メーカーにも無償で公開することです。今まで散々苦労した機械を無償で提供なんて普通では考えられないことです。もちろん一部の社員は反対します。しかし加賀谷はこれで規格統一がされれば、きっと VHS は世界中に広まる。世界中のどの家庭にも自分たちが作った VHS が置かれる
ることになる。加賀谷は利益ではなく、そちらの壮大な夢の方にかけたのです。そして工場の社員、そして重役もこの加賀谷の提案に乗ります。そうなると、やるべきことは販売網の確保です。絶対に抑えないといけないのが松下電器、今のパナソニックです。ここの創業者である松下幸之助を説得しなければ VHS の未来はありません。加賀谷は深夜に車を走らせ大阪まで直接会いに行きます。ただ松下は加賀谷にとって雲の上のような存在、そう簡単には会ってもらえるわけがありません。しかし加賀谷が持ってきた VHS を松下は高く評価し、ベータは100点だが VHS は150点と称賛しました。これで松下の販売網を抑えられる希望ができたと思った加賀谷。しかしここでもまた壁が立ちはだかります。通産省からベータマックスで統一するので11月1日より新しい規格の製品は作らないようにとお達しが来ます。突然の通達に呆然とする加賀谷、食い下がるが決定は変わりません。あと一歩のところで全てが終わってしまう。なんとか打開策を考える加賀谷、そして一つの決断をします。10月31日までに販売を開始すれば問題ない、発売さえすればこの製品の良さが絶対に伝わる、そう考え製造を強行します。そしてとうとう10月31日に VHS が店頭に並びました。はい、これが VHS が世に出たきっかけのお話です。映画ではもっと緊迫感がありものづくりに対する情熱が伝わってきます。ぜひご覧ください。ではご紹介を終えようと思います。ご視聴ありがとうございました。